疲れ様でございます。フラワーアーティストシンです。今日の誕生花、11月22日の誕生花をお伝えしていきたいと思います。で、今回この誕生花チャンネルの他に、この今回に限り、これフラワー TV でもこれをアップします。まだまだね、誕生花チャンネル全然浸透してないので、確かチャンネル登録者が10人ちょっとぐらいだったと思うんですけれども、もっと多くの方に知っていただきたいので、フラワー TV にもアップして皆さんに見ていただいて、これ見てくださった方はぜひチャンネル登録をお願いします。でこちらほぼ、毎日アップしていこうと思うので、毎日あった出来事なんかをこちらではちょっとお話ししていけたらなと思ってますので、ちょっとこうフラワー TV とは違う僕が見れるんではないかと思いますので、ちょっと間抜けな感じか抜けてるのかよくわかんないんですけど、そんな感じでいきたいと思います。今日実はこれ撮影してるのは11月21日なんですね。で、この大リース展の初めてのこう土曜日ということで、ちょっと僕今日氷川村の方には行かれなかったんですけれども、大盛況だったという話が、受付をしてくださった方から来ています。少しねこう破損なんかもあったようですけれども、それもねこうたくさんのお客様が入ってくださったからこそのことなんで、とてもね嬉しく思っております。で、営業の誕生花ですね、今ちょっと前にこう調べておきました。またちょっとねこの本に載ってる誕生花なんですけれども、早速いきたいと思います。11月22日の誕生花はアングル感、これないだろ、絶対ないだろっていうか、これアングレカムって一体何なんだった話ですね。まずね、まずここでアングレカムを知ってる人がこれを見てくださってる方でいるかいないかってところです。多分僕はいないと思います。これアングレカムってこうランの仲間なんですけれども、もう本当希少価値の高いランなのかな。僕もね実はねこうアングレカムって聞いた時知らなかったぐらいなんで、多分ほとんどの人は知らないと思います。それをねこう誕生花とかってこうプレゼントお花プレゼントされたりしたらすごく嬉しいじゃないですか。それをねこのアングレカムとかって言ったら、これまず手に入んないですよね。なのでやめましょう、こういうこと書くのは。でちょっとこうネットでも先に調べてきました。ネットで調べた結果、これもたくさん出てくるんですけれども、毎度毎度ね、まずアロエ、それから山椒、ポインセチア、マーガレット、ツルウメモドキ、ユーレカレモンです。まずアロエですけど、これね、今の時期アロエって感じしないですよね。で、もうちょっと前、夏っていうか、夏でもないか。これ何でしょうね、アロエって四季感じますか？感じないですよね。それでアロエって言われてもちょっとピンとこないと思うので、ちょっとアロエは僕は却下したいと思います。次山椒、うなぎにかけるとねこう美味しいっていうか、なんか毒消しになるのかな、あれはの山椒ですけど、それもちょっと誕生花としてはどうかなと思うので、これもないです、もうなしです。次ポインセチア、これね今言われちゃったらどうなんですか。ポインセチアって基本的に四季が、クリスマスのこう花となってますけど、そこは違うけど、日本ではやっぱりポインセチアイコールクリスマスのこう象徴みたいな感じになってるじゃないですか。それを11月22日に持ってくるこのナンセンスな感じは良くないと思いますね。なのでポインセチアも僕はなしです。次マーガレット、マーガレットは秋じゃなくでしょ
今じゃないです、やめます、ダメです、絶対ダメです。これは次、スルメモドキ、これなんか前にも出てきた気がするんですけど、まあちょっと今11月22日この中では一番僕はヒットなんじゃないかなって思います。鶴梅もどきって知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、割とこのお花を知っている人の中では割とメジャーなお花というか見物ですね。なので僕はこの鶴梅もどきが推しなんじゃないかと思います。で次、ユーレカレモンってなんだよみたいな。なので11月22日の誕生花はツルメモドキで決定です。で気になる子は花言葉ですね。花言葉は、大器晩成強運ですね。割とここのとこに紹介しているまで紹介している誕生花で悪いことはなかったと思うんですけど、今回もまあいい言葉ですね。大器晩成、まあ大器晩成っていうから、まあまあでもう一つ、今日はちょっと午前中にですね、古民家のフレンチレストラン、ものすごく素敵な、フレンチレストランなんですけれども、そこにこうもうねこう自由にこうお花を入れさせてくださるんですね。僕の好き勝手に、とても素晴らしいオーナーなんですけれども、そこに玄関にですね、ヒドラという見物を生けてきました。ものすごい高級花材ですね。それがこちらの作品です。まあこういうね感じで生けることが僕はね好きですね。ではまた明日お会いしましょう。 See you next time。 フラワー TV もそうなんですけど、この誕生花チャンネルもチャンネル登録を募集しております。毎日ねあったことなんかを少しずつこう織り交ぜながら、僕なりに、決めるこう手に入る誕生花をこう氾濫している誕生花の中から選んでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではちょっとおねぼけさんでしたすいません、失礼します。あ、カーマラもぜひご出演ください、よろしくお願いします。あ、12月5日はカーマルでリースナチュラルリース作りがあります。そちらまだまだね、受け付けてますので、ぜひお暇がある方はいらしてください。素敵なねナチュラルリースを作っていこうと思います。ではよろしくお願いします。あ、受付はこちら、はい、失礼します。